とアニメが好きでコスプレしてる人をツイッターとかで回ってくるのを見てて、なんかすごいなと思ってたんですけど、昔コスロールみたいなのをやったことがあって、その延長みたいな感じなのかなと思ってやってみようと思ってやってみました。今日の格好は、ハンターハンターっていうアニメがありまして、その中に出てくる敵キャラ、ネフェルピトーという猫をモチーフにした、めっちゃ強いキャラがいて、それです。やっぱり格闘技やってる時はなんかしてる感じがします。刺激的じゃないですか。なんか人に関節決められることとかないし、殴られることもないし、でも自分はなんか対人で相手を倒したり、なんか技術を使えるっていうのが楽しい。さくらです。高校3年生の18歳です。村上彩さんは1回グラップリングの練習させてもらってて、その中での新しい挑戦として1回やったことあるから、多分お互いなんとなく分かるんですよ、その力強さとか、そういうのを加味してやってみたいなって思います。後半は特に月1回試合させてもらってて、精神的にも体力的にも結構しんどいのが重なって、同コンパイっていう感じで、パフォーマンスも悪くて、自分を結構責めて閉じこもった時期がちょっとあったので、そういうのを全部破って泣かない強い18歳になりたいです。なんかびっくりしました。あ、私かみたいな。やってみたいっちゃやってみたいですけど、その勢いあるんで、今内陣も出て、でもやっぱ強い人とやんないと成長できない。もうどっちでもいいんですよ、勝てても負けてもその経験ができれば。勝っても泣きません。10体までは言い切れないけど、私はちょっとクールになりたいんで、3年後ぐらいに最強になれてればいいと思うんで、もっと自分の競技人生を豊かにするためにも落とせます。注目してほしいのは、全体的に見の全体的なデザイン柄っていうか、そのあんまりない柄だと思う、なんでそこを注目していただけます。そんなだって威嚇したくないじゃないですか。自分も威嚇されたくないから。何を、じゃあここカットしてくださいね、ちょっとコスプレなんかしてんじゃねえって。